番組の、ランキングで話したのハイフライフローが、はい、スカッとする1位になったんですけど、はい、今の率直なお気持ちお聞かせください。嬉しいです、ありがとうございます。なんといってもですね、名だたるアスリートを抑えて、ね、プロレスってジャンルが、注目されたのも嬉しいですし、そしてそのね、まさかの過半数以上を得ての1位と、いいんですかね。そうですね、スカッとする瞬間っていうのは、リスクが大きいというか、どうなるんだろうっていう、こうやっぱスカッに行くまでにはこのモヤがいるわけですよ。モヤがないとスカがないっていう、はい、このモヤの部分にが、例えば緊張感であったりとか不安要素であったりとかで、このモヤの部分で例えばハイフライフローだったらトップロープから登って飛びます。飛ぶけど相手が避けるんじゃないかとかね、決まるかどうかわからないっていうこのためがあってからの決まったがあるので、こう一連の流れを、踏まえた上で、決まるのでスカッとするんじゃないかなという棚橋のハイフライフロー分析です。なるほど、棚橋さん自身はこれハイフライフローをやるときにかなりスカッとするっていうことですかね。はい、そうですね、まあ避けられたら終わりだし決まったら勝つしっていうこの一か八か感が非常にプロレス的だなと思います。そのハイフライフローなんですが、こだわりだったりとか、はい、出てきたり、その技ができたいきさつなんていうものはどういう感じでしょうか。はい、新日本プロレスの、ヘビー級の選手というのは、まあ、大体100キロ以上がヘビー級で、100キロ以下がジュニアヘビー級なんですけども、僕はヘビー級の中では小柄な方なんですね。なので、大型選手と戦うときにスープレックスで投げきれなかったりとか、ね、なかなか苦戦することが多かったんですね。でプロレスのフィニッシュホールド、必殺技で大事なのは、どんな体格の相手にも技が決まることなので、大きい選手でも小さい選手でもとりあえずダメージを与えて倒してしまって、それでトップロープから飛べば対戦相手の体格問わず決まるっていうのは非常に大事な要素ですね。なので、なんかないかな、なんかないかなとずっとこう思いながら生活した時にね、おダイビングボディープレスか、じゃあかっこいい名前つけようよ、ハイフライフローっていうね、形でね、決まりましたね。はい、ではまだプロレスにあまり触れてない方が、うん、どういうふうにすればプロレスを楽しめるか、はい、っていうのを、お考えを聞かせてもらっていいですか。プロレスを見たことない方は、やはりプロレスに対する持ってるイメージがあんまり良くないものだと思うんですね。例えばその流血だったりとか血が出るんじゃないかとか、ね、痛そうとか怖いとかね、まあ、やっぱたくましい選手が多いので、そういうイメージを抱きがちだと思うんですけども、ご覧の通りね、僕なんか非常にやさ男ですし、田中をはじめ、今新日本プロレスいろんな、割と爽やかからイケメンから、男臭い選手まで揃ってますんで、一概にね、皆さんの持ってる先入観が当てはまらないっていう状況なのでですね、一応会場に来ていただければ、そのレスラーの見た目、そのアスリート性の部分も含めて、見た目で楽しめると思いますし、あと会場のノリが非常にコンサートとかライブに近い感覚なので、声出して騒いでタオルぶん回していけーっつって、普段日常でなかなか大声出すことがないと思うので、ね、いけーとかこらーとか楽しいでもいいんで、そういう声を出す行為っていうね、スカッとすると思うんで、おスカに戻った、スカッとすると思うんで、心地よいね、盛り上がりと疲労感で、次の日のね活力にしていただければと思います。はい、6月22日、大阪ですね、ビッグマッチドミニオンという大会がありますので、ぜひね、プロレスに興味持ったり、楽しい気になるなという方はですね、ぜひ会場に来て生のハイフライフローをね堪能していただきたいんですけども、そこではね、全力で盛り上げていきますので、ぜひ一度
騙されたと思って、いい意味で騙します、ね、会場に来て一緒に盛り上がりましょう。よろしくお願いします。皆さん愛してます。